元田長根元田長根明治24年1月22日は、日本の武士、熊本藩士、受学者、男爵。名は、英雄とも言う。陽名は大吉。通称は、伝の城、八重門。画号は東野。字は小中。号は、東ずま紀つき、貴名。文政元年、熊本藩士、元田三左門と、 津川平左衛門の娘や吉和の子として生まれる。元だけは藩内で上司層に位置するが、両親ともに別の家系から元だけ養子に来た人物で彼らを引き取った元田次仙が長谷の面倒を見ることになった。父三左衛門は長谷の幼少期には藩主細川人氏樹の故障を務め、天保八年に聖樹のおい、 細川人志守るの側取り継ぎ役となるなど、多忙であったため、祖父の元田次世より厳しい教育を受け、当選、論語などを学ぶ。11歳の時に、熊本藩の藩校を自習館に学び、天保3年に元服、天保8年3月に、蔡守の参勤交代に従う、父の付き添いで、江戸へ向かい、大阪、京都をめぐり、江戸へ方々を見物した末に帰還した。 同年8月、自習館医療生になり横井昌南、下月なりと知り合いその感化を受け、実学党の一人として活動した。しかし、天保10年に、昌南や後ろ盾であった過労長岡風、姿らが失脚、元田自身も父の強い希望があって、天保12年に大量、在野で勉強しながら、実学党の交流を続けたが、海江6年に黒船来航。 それによる湘南と長岡の思想、政治方針の対立で、安政2年に、実学党は、分裂、一旦実学派から距離を置く。安政4年12月2日に、父が死去したことにより、翌安政5年2月に家督を継ぎ元だけ八代目となり、文久万年に、藩主、細川義国の参勤交代に、使い番として随行、江戸へ再度上付した。 江戸では前市前藩主、松平春学の側近として、江戸幕府の改革に尽力していた湘南と再会したことを喜んだが、翌文久2年9月に国元にいた妻が急死したため規範して辞職したのもつかの間、12月に京都留守教を藩から命じられ上落した。京都では、後部合体派の藩に従い終戦に励んだが、尊能上位に否定的で、 文久3年7月に批判した後は中古書を頭になり、源氏元年11月の第一次徴収政党では、吉国の弟、長岡森吉が率いた熊本藩兵に従軍して、小倉で退陣、慶応元年に辞職した。翌2年の第二次徴収政党で出兵に反対、薩摩藩、徴収藩による武力討伐にも反対で、抗議政体論者だったが、 王政復興が宣言されると自流に乗り上落することを吉国に主張している。慶応3年12月に高瀬町奉行に再雇用され、翌4年4月に河用人権奉行などを歴任したが、学校等ら保守派と実学等ら革新派の対立で、藩の政府に対する方針が決まらず、日和みに反発して速やかな出兵と藩主上落を説いたが採用されず、明治維新後に、 藩内での意見対立から、嫌気がさし、明治2年2月に、東大江村に引退、私塾、五楽園を開いた。翌明治3年5月、藩政において、実学党が復権したことでは、藩主の自読に推挙され復帰、明治4年1月に、藩名で上京し、宣教師、三次を、県民、5月30日に藩名及び大久保、都市道の推挙によって、 宮内省へ出資し、明治8年1月には、明治天皇の持読となり、以後20年にわたって天皇への信仰を行うことになる。天皇の教育は漢学を重視して、論語日本外史を信仰し、訓読培養に努め、明治5年に、大乗大臣三上耳に当てた手紙で儒教による、天皇の精神的成長を願う反面、文明開化を批判的に見ていた。明治六年に、 軍とか歩道の上ことを起草し、岩倉ともみに提出した。また宮中と府中の分離向きに食わず、両者一体となり、天皇の歩道に尽くすべきと主張、明日ともに天皇を頂点とした政治体制を主張し始めた。その後は、時効となり、明治10年に侍補も兼務し、共に侍補となった、吉井ともみ、土方久本や、 翌明治11年3月に新たに加わった佐々木隆之と共に天皇の歩道をさらに押し進めていく。5月14日に大久保が不平氏族に暗殺され、伊藤博文が大久保の後を継ぎない無教として実質的な政府主犯に就任したが、元田ら侍補は政府の危機と感じて2日後の16日に天皇に申請実行を直訴、続いて政府にも 天皇の閣僚会議臨席及び侍補の同席を求めた。しかし、宮中の政治介入を嫌う政府により後者は拒否。前者は採用されたが天皇が政治を行う機会は与えられず空文化に終わったため、翌明治12年3月に政府に天皇申請を中心とした改革案を提出したが、やはり否決された。焦った元田は侍補廃止を主張。 それを受け取った政府により、本当に侍補が廃止され、天皇神聖運動は、とんざに追い込まれた。清掃に敗れたとはいえ天皇の信任は厚く、皇后府大部として宮中に留め置かれた。また思想実現を諦めず、天皇中心の国家を教育視点に移し、人義ただたかを重んじた教育を通して、国民の天皇への忠誠心を高める方法の実現に動き出し、 同年7月に、教学生死を起訴したが、9月一藤に、すぐさま反論され、教育儀が天皇に提出されると、さらに、教育儀付録を奏して、反論、収集がつかなくなり、天皇の判断で、教学生死は破棄された。その後明治13年に、大隈重信の外債募集による清掃で、佐々木、肘片らと再度新生運動の実現に奔走したが、 翌14年に伊藤が大熊を追放、新請運動も消滅したことにより一連の運動は挫折したが、元田の意欲は衰えず同年の洋楽公用の編纂、反復、明治13年に天皇中心の国民協計を主張した国権大綱の提出など、独自の国境案実現に向けて進んでいった。明治17年、国境論を奏し、伊藤博文に示し、 儒教を根幹とする国境の確立を説いた。明治19年には、九中古問館、同21年に、枢密古問館に至った。天皇からの信任は変わらず、大臣においてはしばしば意見を求められ、明治20年と明治22年の条約改正問題の諮問に応じ、教学生士、洋学公用、明治23年の教育直後の起草への参加などを通じて、 儒教による天皇制国家思想の形成に寄与した。また、宮中顧問館への就任後も、天皇から天皇の私的顧問であることを命じられ、清掃である、洋装の義務を元だだけは免除して、和装での参内を許可するなど、彼の天皇に対する影響力は、伊藤ら政府首脳にとっても無視できなかった。しかし、天皇は、次第に伊藤を信頼するようになり、 明治19年9月7日に、両者の間に勤務六条が取り交わされ、天皇は普段は政治関与を控え緊急事態に際しての朝廷役のみを求められる君主機関説を受け入れ、元だらの天皇申請は完全に否定され、宮中の政治介入も排除された。明治21年の大日本帝国憲法の数密院審議に出席したが、皇室を 国家の軸とする旨を伊藤が発言したこともあり、質問はほとんどなかった。明治24年1月21日、病が重くなると特使により、ジュニー、男尺を授けられた。翌日の22日に72歳で死去。墓は東京都港区の青山霊園。尺位は着難の英邸に継承されたが、続く着孫の高吉に息子がなかったため、で、 元田の彦にあたる元田武彦が婿養子として迎えられ、この系統が現在も続いている。宮内省に出資した当初の元田長谷元田は実学を重んじる一方で、あくまで儒教道徳を本とし、知識再芸を末として捉え、国民教家の根源を皇室を中心とした伝統に求めた。文明開化を西洋の圧迫による国体の危機と捉え、 反発政治を中義を排した剣道による皇室の軽視と考えた。このため、元田は明治天皇を国民の模範としてふさわしい儒教的な嘘徳の君主に育て上げていることが中心としての道であると考えて、その実現に尽力した。特に、森有里などの西洋的な啓蒙主義者が教育行政の長に立つことについては強く批判した。 元田は森に当てた書簡の中で、孔子の教は我国にありては君を愛し、我父のことなりては我、父を愛して、孔子を愛せるをもって我道と心得るをもって、日本の教にありては、ただたかの大道をその時生成に活用するをもって、僕の学問とすると述べている。また、明治17年には国教論を表して、皇室への数形を国教に転化して、 全国民に徹底的に教育することを求めた。趣子学的な大義名分論を日本の現実社会に徹底化して、終身と遅刻の一体化を図るとともに、皇室への崇敬を一種の国境として確立することを目指した元田の政教一致路線は、教育直後を通じた天皇制国家の確立によって実現されていく。ちなみに国水主義を唱える、 保守派でも井上哲二郎のように元田の思想は君臣の道徳を重んじて国家の理性を軽んじる者として批判的な見解を唱える意見もあった。ありがとうございます。